つくば箱根山椒魚は、遊尾木山椒魚か箱根山椒魚族に分類される有魚類。長年、箱根山椒魚と同一種とされていたが、2013年、京都大学、教授、松井正文、同、研究者、吉川夏彦により、新種記載された。特徴は、箱根山椒魚族の多種に比べて、尾が短く、妖精の体に、銀白色の斑紋が多く、 尾の配足にはっきりした記状があることなど、遺伝子解析の結果から約280万年前にこの地域の山椒魚が孤立して独自の進化を遂げた可能性がある。日本タイプ産地は筑波産。種商名を筑べンシスは筑波産に由来する。茨城県内では筑波産地に本州北西部の闇添山周辺に箱根山椒魚、 北東部のアブクマ高地に、バンダイ箱根山椒魚、アニコダクトラス・インテル・メディウスが、遺書的に分布する。全長十二から十六センチメートル。頭頭長オス六点五六から七点四五センチメートル、メス六点一九から六点六三センチメートル。頭頭長に対する、尾の比率が小さい。脊椎数は十八個。体側面に入るシワは、左右に十二本。体色は 肺褐色や暗褐色、紫灰色と個体変異が大きい。背面に赤褐色や高褐色の明瞭な縦縞が入る個体が多いが、一部で体色との境目が不明瞭になる個体もいる。側面や覆面に銀色の反転が入る。頭部は幅広く、上額中央部に並ぶ葉の列は大型。交際の上半分は金色意識か黒い斑紋が入る。 妖精は全長3.02から 8.18cm、東道一1.85から 4.56cm、尾長一1.17から 3.91cm。妖精は銀色の半門や半点が入る個体が多い。微部上縁にやや幅広い名誉色の縦縞が入る。2000から2010年代前半にかけて発表された箱根山小王の系統解析では、 つくば三地古代群は、クレイド 2B やつくばグループとされ他の異なる系統とされていた。2008年に発表されたミトコンドリア DNA シトクロム B の分子系統解析では、約280万年前に、箱根山小魚類の東北地方南部古代群が南下し分岐した系統と推定されている。5月下旬から6月中旬に、 原流域の複流水内にて散乱すると推定されているが、4月下旬から5月中旬に原流の周辺で生態が発見されたという報告例もある。分布が限定的で、砂防堤防、林道建設による生息地の分断化、砂防堤防建設による陽性の生息地の破壊、地下水組み上げ、ペット用の採集による影響が懸念されている。 つくば箱根山椒魚は2015年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。2016年現在茨城県レッドリストでは絶滅危惧アイビーと判定されている。絶滅危惧アイエルありがとうございます。